はぴよー、どうもひなぴよと、どうもドリーです。本日はこのアリスメアっていうホラーゲームやっていこうかなと思うんですけど。ホラーなの？ホラーなの。あまあまあ、なんか普通に戻すとあの、私一回実況、あのね、前イブと同じように見たことがあって、うんうん、でもね、それもまた6年いや5年4年くらい前の話、うんうん、だから ね、 記憶がね、そうないので、ね、うん、まあ初見の気持ちではい、ドリーちゃんとやっていけたらなと思います、うんうん、まあイブよりは怖くないんですよと思う、記憶上、うん、そう、ドリーちゃんは初見です、うん、そうかそうだよ、記憶上怖くなかった。そうかそうか。雰囲気ホラーって感じかな。うん、いや、いい音楽だね、これね。うん、よし。今日の赤さんのテンション何なんだろうわかんない。さっき八分音符ちゃん撮ってたからでしょ。余韻というか。余韻だわ。よし、ニューゲーム。もう全然雰囲気ホラーに合ってない感じのテンションだね、今ね。カエルは悪いやつだって、アリが教えてくれた。猫は悪いやつだって、カエルが教えてくれた。いや、一番悪いのはウサギさって猫が教えてくれた。だから、だから何？だから何ですか？どうする？ここでの生活の話は大体これくらいだね。わからなくなったら君の部屋にあるメモ用紙でまた確認ができるから、ここなら君をどうと言う人もいない。少しだけ約束のこともあるけど、安心して暮らせるはずだ。それから、はい、どうぞ。手帳をもらった。君専用の手帳だよ。好きな時でいい。嫌なことでも、楽しいことでも。何か感じたら、その手帳に書いて僕に渡してくれないか？男の子か。ははっ。ミッキーになっちゃった絵だけ描いて出す子もいるから、それでも構わないさ。さてと、夕食にはまだ時間もあるし、他の子に挨拶をしてくるといい。なんか施設かなんかなのかしら、うんうんうん、ここから出て左にまっすぐ行くと君たちの部屋があるから。みんないい子だ。すぐにとはいかないかもしれないが、仲良くなれるはずだよ。ああ、僕のことを言ってなかったね。先生と呼んでくれたらいいよ。はい、テテー。あー、テテこれからよろしくね、アレン君。お、アレン君って言うたね。主人公がアレン君。アレン君、あ、動けるか。動けるね。へー、結構なんかドット絵だ。そうだね、メニュー開けるか。初期のポケモンみたいな。お、そうだね。へー、アレン、ほうほうほう、かわいい立ち絵。セーブしよう早速何個まであるんだろう。ああ、結構あった。お、20、オッケー、承知承知、うん、待って、アイテム見るの忘れた。手帳、うんうん、自分専用の小さめの手帳。これはダッシュはできない、うんうんうん、オッケー。普通に移動、うん、移動調べていこうか。いろいろな本が並んでいる。何もない。何もないね。あ、調べられない。ここは先生の部屋なのかな。あー、そういうこと。これ扉出るのも押さなきゃいけないんだ。ティーチャー、ティーチャー、あ、先生の部屋ね、うん、あ、鍵、上の部屋。あ、待って、あ、調べるの忘れた。あーん、操作しにくそう。ダイニングルームダイニングルーム英語に弱い。ここはでもそうだね、ダイニングルームだね。暖かい、暖かい。なんだこれ、変な模様だな。アレン君何歳？なんかね、ドット絵見る限り小さい感じするよね。うんうん、ひらがなだしな。ね。てや。ここは？電話がある。今すごいシンクロしなかった。おー、なんだここ。なんだ。あーん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 。ライブラリー。ライブラリー。読めた。図書室。いいね。へー、多分何もないであろう。なんだここ。なんかいろいろ物置。なんか書いてるというか、うん。書いてある？模様？なんだこれ。模様か？模様じゃね？
何これ、メモ帳が落ちてるのかと思ったメモ帳だらけじゃんなんて言ってたっけ先生、左に麻酔の、あ、ここ2階かでも、うん、ルーム0、あ、間違えた101、2人揃って間違え鍵かかってんだ、うんうん、じゃあ普通に行くかした、うん、こっちか、こっち、これ追いかけられる系とかある、あったっけ、あるのなかったと思うけどな、どうだったかな、5つの部屋があるよ、どれにする、どれしようかな、迷っちゃうな、真ん中かな、オッケー、この子はチェルシー、読めなかったあら、かわいい、クマだらけ、どんな趣味してんの、チェルシー、あ、かわいい、あら、かわいい、チェルシーです、あら、かわいちゃん、よろしくね、よろしく、あら、花も可愛いわ、あ、喋んなくなっちゃった、あ、恥ずかしがり屋さんなのね、なんね、開かない、開かない、いろいろな本が並んでる、クマしかない、クマしかない、どうする、もう順番に行こうか、じゃあこっから、ステラ、うん、え、ステラだよね、多分合ってるよね英語に弱すぎるこんにちは、あら、こんにちは、逃げ、あら、かわいい、かわいい、あら、不思議ね、声が出るわ、声が出るわ、あなたが生きてるように感じないからかしら、へえ、そう、アレンね、私はステラよ、あ、ステラだった、ああ、よかった、当てた、あ、どういうことだ、こいつってん、あ、あ、生きてる人は嫌いなの、えー、どういうことだ、でもここにいる人たちはあまりそう感じないわ、え、その中でもあなたが一番生きてる感じがしないの、どういうこと、怖いんだけど、いえ、少し違うわね、何がみんなと違うのかしら、あら、褒めてるのよ、あら、どういうことだ、まあ、なんか褒められてるからいいか、死んでんの、アレン君、ジョシュア、ジョシュア、ジョシュア、あら、あ、私の推しキャラだ、マジで名前、あら、かわいい、あー、かわいい、好き、いや、僕の名前はブラウン、ブラウンって呼んだ、いや、マーカスだったかな、そういうことか、ニコルだったかもしれない、アレンね、もしかしたらヘレンかもしれないぜまあいいや、うん、よろしくな、名前なんだろう、ジョシュア、あ、ジョンか、僕の名前ジョンだよお腹すいたな、お、まだ喋る、ここに出てるご飯って全部先生が作ってるらしいよ、すげえうまいぜ、やっぱりそうでもないかな、どっちだよ、わかんない、この可愛い、ジョンなの、ジョシュアなの、ジョシュア、ジョシュアなので、チェルシー入ったから、うん、ここか、なんて書いてない、 レティ&リック、へ、2人、双子、2人しかいないよ、あれ、わ、初めて見る人だ、かわいい、あ、先生の言ってた子ね、私レティっていうの、レティか、それとね、今は、あ、めっちゃ裏返った、うん、それとね、今はいないけど、もう一人リックっていう子がいるの、とってもいい子なのよ、あなたはアレンっていうのね、一緒に遊んでくれたら嬉しいな、これからよろしくね、一番まともじゃん、へえ、かわいい、かわいいな、また後でお話ししましょう、これからよろしくね、はい、キャラデザが全体的に好みだな、ね、うん、あれ、あ、ここ僕の部屋、うんうんうん、ついた、なんかないかな、いろいろな本、自分の服、暖かい、約束、なんだ、自由時間以外は部屋からなるべく出ないこと、トイレは丸、他の部屋から物を勝手に持っていかないこと、物を壊さないこと、壊した時は先生に言うこと、なんか児童館みたいだね、鍵のかかった部屋は無理に入ろうとしないこと、人を叩いたりしないこと、他に困ったことや欲しいものがあれば先生に教えてください、うんうん、一番下にウサギのような何かの絵が描いてある、ウサギ、ウサギ、アレン君はウサギ、うん、なんだっけ、ウサギ悪いんだっけ、忘れちゃった、こっちなんだ、あ、なんかあったね、最初カエルがなんとかあってね、こっちは女子トイレだ、チェ、女子トイレ行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ、
今なら誰もいねえぜ。そうだぜ。ああそうだ、ちょっとセーブしとこう。オッケー。ちょくちょくセーブして。うんうん、何したらいいんだ。何したらいいの先生。挨拶してきたんだね。どうだった？どんな声で喋ってたか忘れちゃった。そうか、ちゃんと話ができたみたいで安心したよ。ちょうど夕食の時間だから食堂に行こうか。はい。おお、人数少ないな。そうだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後は自分の部屋に戻ってすぐに寝る準備をするように。他の人の部屋に行っておしゃべりするのはいいけど2階にはもう行かないようにね。なんで？なんでだ？解散。なんでだ？なんでだ？意味深な言葉を残していく。ここに来てしばらく経ったけどもう慣れてきたかな。あ、もうしばらく経ったんだ。記憶の方はどうだい？あ、記憶喪失なの？記憶ないのか。そうか。いや、無理に取り戻そうとしなくていい。ゆっくりでいいんだ。めっちゃいい BGM。うん、きっと全て思い出せるさ。そうだ、何か欲しいものは？できる範囲だけど買ってくるよ。まいったな。それは僕には与えることができない。なんて言ったんだろう。なんて言ったの？買えるものじゃないしね。ごめんね、勉強しておくよ。なんだったんだろう。それじゃまた新しい本を買ってこよう。アレン君は本当に本が好きだね。難しい言葉ももう理解できるようだし、すごいな。でしょ。先生は頭が悪いからね、難しいことはよくわからないや。私と一緒だ。いや、なんでもないよ。アレン君は世界とは違う世界があるといえば信じるかい？はどういうことだ。いや、ただのおとぎ話さ。先生メルヘンチック。頭お花畑。わーわー。でも扉に誘われたらその扉は開けないようにね。ほう。よし、もう部屋に戻ろうか。鍵もかけに行かないとな。早く寝るんだぞ。どういう話だったかな。いろんな、なんか意味深な言葉を残していったぞ。ね、ここなんだったっけ。あ、鍵かけかかる。何か始まりそうな感じがするぞ。うん、先生の部屋に忍び込んじゃうぞ。あ、ね、先生にいいや。なんかねえかね。連絡先か。金目のものはねえかね。あ、基本操作。うん、こんなところに。へえ。あー、わかったわかった。うんうん、あ、リセットは確認なしで行われる。へー、気をつけまーす。よ。R12 つったな。押さないようにしよう。ズンジャッカジャンジャジャンジャン。もう一回話しかけていけばいいのかしら。うん。ずっと前にあなたが一番生きてる気がしないって言ったわね。でも先生も同じくらい生きてる気がしないわ。清潔感がないのか、ないからかしら。髪の毛ボサボサだし。清潔感ないのか。私より髪の毛長いし。え、そうなの？マジ？結んでんのかな。そういうことか。この前総先生に言ったらグレープフルーツを食べたような顔してた。苦い。あ、変な声？興味ないわ。何変な声？変な声？ん？どういうこと？リックとはもう話はしたか？今いるぜ。もういるの？レティともう一人いるやつ。いつの間にかいるからビビるんだよな、うん、すげえムカつくやつだ。ババザーすげえムカつくやつだぜ。うん、じゃあ話に行けばいいの？ちょっと まずチェルシーちゃん。変な声が聞こえるってジョシュア君が。やっぱりジョシュアだ、うんうん、怖いな。一人で寝れるかな。かわいい。変な声ってあんだ。なんだろう。お、うん、おー、ちょっと違う。はじめまして。いや、はじめましてだよ。よく似てるけど僕はレティじゃない。僕の名前はリック。君はアレンでしょ。あの子から教えてもらったから。レティがお休みするときは僕がここでお留守番をするんだ。ちょっと違うけどそれでいいよ。よろしくね。一体どういうことなんだ。宿題もうやった。そっか、早めにしときなよ。バイ。え、変な声。どこに行けばいいんだ。でもジョシュア君が変な声聞こえるって言ったからもう一回か。なあ、知ってるか。夜2階から変な声がするんだよ。助けてって。2階から。あ、やだよ、気持ち悪い。確かめに行けるわけないだろ。そんなに気になるならアレンが言ってみれば。あ、先生には言うなよ。
僕が怒られるからな。へえ。雰囲気ホラーとはこのことですか。今助けてって言ったな。わかんないけど、なんかうえーって、助けて聞こえた気がした。よいしょ。これ中入れる？ああ。なんでなんか。なんで暗くなったのに何もみんな反応しないの？どういうこと？怖い、怖いよ。とりあえず2階行くか、じゃあ。やだなー、やだなー。こんな時はふざけて、ちょっと空気を紛らわせよう。あ、助けて助けて、やだー、もう。何かしら。あ、動いてる。何かしら、ほんとな、動いてるわ。助ける。助ける。おー何かしら先生。誰だ。先生。アレン君か。大きな音がしたから来てみれば。こんなところで何してるんだい。先生は2階にはもう行かないように寝る準備をと言ったよね。何ごちゃごちゃ言ってるんだ。蝶が助けてと言ったからか。なるほどね。でもその蝶は生きてるようだが、もう死んでいるんだ。なんだって？魂のないものは喋らないだろ。だって動いてたもん。ぐしゃぐしゃだね。怪我は？ないもん。ないみたいだね。よかった。話通じた。話通じた。ガラスの破片も散らばっていて危ない。先生が片付けるから自分の部屋に戻って寝なさい。あ、わかった。え？なんでもない、少し頭痛がしただけさ。ほんとに偏頭痛だ。低気圧の影響だ。なるほど。そんなに謝らなくてもいいんだよ。次やらなければいいんだ。もうしません。よろしい。大丈夫。ほら、おやすみ。おやすみなさい。先生後ろで縛ってんのか、髪。そうだね。あ、鍵かけられちゃった。あらら、寝よ、先生が何者なんだろうな。ねえ、結構若そうに見えるんだけどね。あ、勝手に。にゃーおーにゃーおーにゃーおー。何ですか。いいな、ロッカー。あ、これが怖い。マジ声が怖いよ。と思ったら違った。違ったか。あ、これだ、やっぱり。うん、これ。あら、終わった？あ、なんだ。あ、終わってたわ。あ、なんだ。よく聞こえなかった。あ、なんだ、なんだこれ。テトリスのやりかけみたいな感じ。下手くそすぎんか。下手くそだな、このテトリス作った人。あら、なんかかわいい。こういうデザイン好きよ。わっ、ジーザス、なんだなんだ。初めて見るおかしな人間がいるじゃないか。なんだい？イエス、アリスが夢だと言うんなら、ここは夢さ。ここはアリスが言うこと、思うことが全てだからね。そんな名前じゃない？いや、アリスはアリスさ。だって、俺がそう言うんだから、そうなるのさ。BGM 好き。いいね。うん。さっさと言ってる、ん？さっさ？さっきだか。さっきと言ってることが違って、そりゃそうだ。ここには私を含めおかしなやつしかいないのさ。シッ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 。誰だこの人。そんなこと言うなよ。うまい飯だって夢だって中途半端に冷めたらまずいだろ。じっくり味わってけよ。おっと、こう見えても僕は忙しいんだ。じゃあばよ。何者だ？なんかかぶっとったね、フード。ー、猫のフードかぶっとった、うんうん、え、どこに消えた？これの中、こっち行けたりしない？うわあ、びっくりした。行けるみたい。開かないんかい。開かない。行けないかなと思って。うわあ。おお、誰だ。うわ、なんかかわいい。うさぎだ。はあ。あれ、また来客ですか。あなたで6人目ですね。6人？あれ、
数が合いませんね。いえ、何でもありません。こんばんは、アリス。そしてようこそ。僕、アレ。僕は白ウサギ。この世界の案内人です。へえ。ここは結構広いですから、必要であればお呼びください。わかった。とは言いますが、基本僕はここから動きません。面倒ですし。クソ野郎クソ野郎しかも、今大変困ったことに、世界への扉の鍵をなくしてしまいました。なんだそれ。5つあるうち4つが今ありません。めっちゃなくしてんなちゃんと物は大事にしましょうね。ま、誰が持っていったかは想像はついていますが。あ、取られたの。へー、あ、さっきの猫とか。あ、そういうこと。先ほども申しましたが、僕はここから動きたくありません。2とかよだからアリス、あなたに回収をお願いしたい。どうでしょう。やだよ。嫌だと言ってもやらせますが。なんでだよ幸い一つの世界の鍵は手元にありますので、すでに入れるようにしてあります。へえ。あいつのことですから、きっと世界のどこかにばらまいているでしょうし。あいつって誰だよ。回収できたら僕のところへ持ってきてください。仕方ねえな。他に聞きたいことなどありましたら、ありましたら遠慮なくどうぞ。別にない。ただし初回だけです。何度も繰り返すのは好きじゃないですから。え、今面倒なやつだなという顔をしましたね。うんまあいいでしょう。よろしくお願いしますね。はあ。あの猫が持っていったんじゃなくて。それありえるよね、うん、アリスの世界だね。うん、これ何、字が汚くて、うん、あの猫があれかな、チャシャ猫だったっけ。チェシャ猫チェシャ猫、うん、なんか紫のかな。ここのこと。あ、あら、入っちゃった。何があるんだ。え、怖い。え、何も見えん。うわー、見てた。やーやー、元気にしてたか。私は絶好調だぜ。鍵？そうね、俺じゃないぞ。本当だって。絶対嘘だろ。なんかさっきから僕とか私とか俺とかめっちゃ一人称変わってんな、うんうんうん、ま、盗んだのは俺だが。じゃねえか。別のやつに頼まれてやったんだよ。教えねえぞ。俺は嘘はつくが味方にはつかねえからな。他に鍵を解く方法ないわけじゃないぞ。お前が母親の旧姓やペットの名前が言えるんならな。おっと、覚えてないんだっけ。しかし私もあくまでも案内人だからな。ヒントくらいはやるぜ。そいつは一つの世界に一つずつばらまいてったよ。さ、なんでだろうな。あいつと同じくらいめんどくさいことするぜ。白ウサギのことだよ。名前を口にするだけでも猫肌が立つぜ。このフードの中もあいつにぐちゃぐちゃにされたからな。どういうことだ。一度見てみるかい。お子様にはちょいとグロテスクだぜ。おっと、タイムアップだ。また今度な。そんじゃ頑張れよ。何、猫なの人なの、どうなの。猫と白ウサギはなんか血がある。血があるけど、うわ、怖い。調べられない。人の心覗くべからず。なんかいろんな世界があるの。そうだね。心は常に問いかけてくる。二度までなら許しをもらえるだろうが、三度目の心の問いに答えられぬ人は永遠の眠りにつく。怖いよ。どういうこと。いろいろあるんだけどね。なんかどっか、この5つの扉のどこかの鍵を使えるのかな。鍵がかかってる。どうしよう、これ。あとセーブして次に持ち越すか。いい感じの時間になってた、ね、そうだね、入れちゃった。イエーイ。じゃあ次ここの部屋から入ろう。オッケー、行こう。よし、セーブします。よし、あ、2でいいか。ってことで、ご視聴ありがとうございました。次回のパートへ続く。おつぴよ。イエッ。